どうも。今日はね、イーヘアネットレディス。大東健拓。大東健拓イーヘアネットレディスのトーナメントコースでもあるね。うん、滝野カントリークラブ、はい、やってまいりました。ちゃんとねトーナメントコース予約して、うん、インとアウトどっちもトーナメントコース回りますけど、どうですか気合のほどは。気合のほど？はい。いやなんとも言えないな。俺はね2年ぐらい前に1回回ったことあるんだけど、ボコボコにされた。そう全然ね。全く分かんないんだよね俺。初めて？うん。結構ねアップダウンが多くて、打ち上げとかだとそんなコースは長くないんだけど、うん、いや長くない？そんななんかイメージ的には長くない感じだったけどな。中は西だよね。6400。あれ違うの？前は 白ピーカー。白から回った俺。今日はだからレギュラーの青から回る。レギュラーな。うん。多分プロと同じになるのかな。どうなんだろうね。女子6400なのかな。あと開催されるかどうか、うん、分かんないけどね、うん、今日はだからこういう状況でうがい手洗い、うん、もうちょっと離れた方がいい。あ、パ、なんだっけ、ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンス、うん、ちょっとその辺も意識しつつで今日の撮影方法なんだけど、うん、いつもはねこうズームのカメラでやってたんだけど、はいはい、実はあれが壊れちゃって、うん、修理に出しててね帰ってきてないんですよ、うん、だからiPhone でちょっと今日は三脚立てて、はいはい、でね、2人とも三脚を持つっていうね、うん、YouTube 界初ダブルカメラシステムをね今日はちょっと採用してそれぞれでやるってことね。そうそうそう、でまあだからカメラとかないような感じで、うん、きっとねラウンドに集中できるんじゃないかなと思うんで、うんうん、それでちょっと今日は、はい、トーナメントコースに挑んでいいスコア出して、はい、まあね北海道人これぐらいできるんだぞってことを見せましょう、はいはい、それではよろしくお願いします。ヘザボル、いいのかみんな喋ってしまう。お願いします。はい、よいしょ。ちょっと引っ張ったね。まあでもあっちの方が次狙いやすいんだろう。崖から遠ざかって同じとこに行くか。ああじゃあお願いします。はい、おーナイスショー。上手になったね。5番 UT で。バンテグラーは言う？そうだね。まあ見たらわかるけどね。カメラ気をつけて。わっ、危ない。ああ、ちょっとライがある。左サイドで。これから行っちゃうよ。183ヤード5番 UT です。じゃあ5番ウッドです。これはちょっと攻めるよ。うわ、ナイス。おお、ナイス。乗ったんじゃない？乗ったかもね、うん、これはいい当たりした。今のは完璧だね。うん、それはいい当たりさ。今のは完璧だね。
これ188ぐらいあるかな。まあ届かないね。危ねえ、スイッチ入れ忘れてる。めっちゃスピン入ってこれも。なんか止まるね。止まるわ。柔らかいんじゃないか。ダブルカメラシステム。めっちゃ重くない？重いかも。重いかもしれない。全くいかないよね。結構登ってるプラス重い。グリーンもなんかふにゃふにゃ。ちょっとアレンジ入ります。重い。ナイス。はい。じゃあ2番ホール165ヤードパー3。これはね4番ユーティリティだよ。4番。打ち上げだし。完璧だわこれ。すごいいいと思った。おは？でかい。いや、入ったんじゃない。入った。音って聞こえたよね。聞こえた。まあめっちゃ近くに行ってたもんね。多分バーディーチャンス。バーディーチャンス。トーナメント俺も参加できるかな。赤いのいらない。いいんじゃない。普段の話。打ち込んでしっかり行ったけど右だ。あ、距離は出てるかな。うん、バンカーの奥まで行った。右に行ったね。うん、抜けた。あ、だす、これでした。40センチぐらい、30センチぐらい。これは OK でしょ。 OK はないよ。 OK なし。
初バーディーだ、今年。後ろの人たち多分会員だわ。そうそう。ああ。どうも。なんか入り口でなんかやってるおばちゃんみたい。上手じゃない？結構。上手。早いじゃん。ナイスボギー。3番ホールパー4358。これショートカット狙ってきます。あっち狙える。そう、結構短いんだ。それかあのドローで、うん、でも泥棒さんがこういう時は泥をダメって言ってたから、うん、ここはちょっと難しいな。まあ基本ストレート。ドストレートだな。なんか斜面まで行ってない。斜面まで飛んでないな。あんまり、うん、あれおかしいな。斜面行くはずだよな。右だね。うんこまみれ。右に落ちたな。左か。それ左。うまい。ああ、ちょっとだけついんだ。うまかったのに。雰囲気はでしたよ。さっきの取ってない。取れてなかった。おい。俺の声だけは入ってる。下ってんのか。あ、ダメだ、これ弱いよ。全然ダメ。もっ
ったいねー、バーディーパットだったのに。なんだよなんだよなんだよ、もったいないよ、もったいないよ。いやー重いね、すごいな、すごい重たい。いやーボギーもったいない、もったいない、まあ、しゃあないね。